これはレアンドロの前にこぼれた。レアンドロなんと前半だけで鹿島アントラーズ3点目 0-3。 今は思わぬ形でレアンドロの前にボールがこぼれてそれを流し込みました。レアンドロ今日2ゴール。ちょっとねもう一度確認したんですけど今どういう、あ、これアントラーズの選手がカットしたのがそのまま流れていったような森崎さん形でしたかね。そうですね、